さて今日から3連休という方も多いと思います、はい、初日の今日は天候には恵まれませんでしたが、県内各地でイベントが開かれ大勢の人でにぎわいました。3連休初日の今日、あいにくの空模様となった中、 JR 久留米駅の構内では、ありがとうございます、来月23日にラストランを迎える SL 人吉のお見送りイベントが開かれ、多くの人が訪れました。1922年に生まれた SL 人吉、現役で走り続ける日本で最も古い蒸気機関車です。2009年4月から肥薩線熊本と人吉の間を運行していましたが、4年前の豪雨で被災したため、現在は鳥栖駅と熊本駅の間を運行しています。今回のイベントは引退目前の SL 人吉との思い出を作ってほしいと、停車駅である久留米駅の駅員が企画したものです。改札前の特設ブースにたくさんの方が並んでいるんですが、こちら皆さん待たれているのがあのグッズ販売です。普段は車内でしか買えないグッズが並んでいるほか、こちらには限定のカプセルトイも準備されています。駅員たちが自らの手でデザイン製造したオリジナル缶バッジなどが入っています。イベント開始時間を前倒しするほどの盛況ぶりに、駅員は、数がすごかったので大変だったんですけど、缶バッジでも思い出に残ってくれたらなと思って作りました。そして午後1時半ごろ、SL 人吉が久留米駅に。ホームに詰めかけた人たちはその雄姿をカメラに収めます。出発時刻を迎え走り出した SL 人吉、見送った人の中には涙を浮かべる人も。席が鳴った途端も、あ、もうダメと思った。いやー、もう本当にたくさんのお客様に来ていただいて、私たちもあの予想以上にあの見送りしていただいて、もう嬉しい限りです。一方、北九州市門司区では地元のグルメが集結した代理赤レンガ食市が開かれました。その一角には焼きうどん発祥の店と言われるだるま堂の店主竹中浩二さんの姿が。先月3日の鳥町食堂街の大規模火災で被災して、まだ瓦礫の撤去は終わっておらず、店での営業はできていません。しかし今月に入ってからは毎週末地元のイベントを中心に出店しているといいます。綺麗になるのが夏ぐらい、6月ぐらいになるんじゃないかというふうに言われておりますので、まあ、まだまだあの復旧の目処が立ったというだけであって、その先の復興っていうのはこれからかなというふうに思ってます。それでも対面で焼きうどんを振る舞える喜びを感じていました。この3連休の予報は明日、明後日も曇りですっきりとしない天気となりそうです。